日本神奈川県横浜市南区、長田南台、長田南台は、神奈川県横浜市南区の町名。住居表示が施行されているが、町名は設けられていない。郵便番号は232-0075。面積は0.215平方キロメートル。横浜駅から直線距離で4.5キロメートルほど、南下北西部の標高40から60メートルの、 丘陵地帯に位置し、北西の長田大、南東から南にかけて、長田南及び長田山の大と、似た名称の町に隣接する。都市再生気候南長田団地及び、横浜市立長田大小学校を囲むように、外周道路が通り、北側にはみ出るように、横浜市立長田中学校、東側には、南長田第二団地と、長田南大公園が立地する。 町内に鉄道は通っていないが、南永田団地、南永田中央、南永田入り口の3つのバス停留所があり、広脇寺口、井戸家国を経由して、井戸家国下町へ至る神奈川中央交通の路線バスが運行されている。南永田団地及び南永田第二団地は、南区で最大の住宅団地であり、区内でも人口密度の高い町となっている。 1981年7月13日に、南区長田町から長田南台及び長田北、一から三丁目、長田東三丁目、長田台が新設され、長田町の町名は消滅した。町名は、住民の要望により、地域の通称から取られたが、新編武蔵風土機構の長田村の港にも、南台、東南の方運の記述が見られる。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日本住宅公団により南永田団地の計画が始まったのは1970年で、周囲は市街化が進んでいたがこの一帯は谷間にあたり、手つかずになっていた。企画、指向は日本住宅公団、基本設計は、 市浦都市開発建築コンサルタンツが手掛けた。敷地は幅300メートル長さ600メートル、12.8ヘクタールの長方形に近い敷地で、中央部は長手方向に谷となっている。9階から14階建て、タワー状や廟部状の高層住宅で構成され、西側が7棟1035個の分譲住宅。 東側は11棟1308個の賃貸住宅となっている。中央付近にはスーパーマーケットや診療所、横浜南永田郵便局などがある。当時、日本住宅公団には郊外の大規模中層団地と市街地の面開発構想団地の2つのタイプがあったが、南永田団地は市浦都市開発建築コンサルタンツが1969年に 委託された、奈良北団地、1970年の南館大寺団地と並び、中層団地と面開発団地の中間にあたる、近郊高層高密度団地と位置づけられた。南長田団地は1971年から1974年にかけて、南長田第二団地は1975年から1978年にかけて完成した。 南長田団地に関するカテゴリー、ありがとうございます。